いかがだったでしょうか。やっと発表できたことを大変嬉しく思っております。最新作ロストジャッジメント裁かれざる記憶、本プロジェクトを立ち上げるには第一作で自らが作り上げた壁を超える必要がありました。長い時間をかけて練り上げる必要がある脚本制作や1000分以上にも及ぶドラマパートの収録、そして何より前作を超える作品にしなくてはならないという大きなプレッシャーもありました。ですが世界中の皆様から続編を望む声を多数いただき、その声にお応えしたいという我々の思いは日増しに強くなっていきました。特にストーリーについてはけんけんがくがくと前作以上に熱い議論を交わした末、他のコンテンツに類を見ない完成度に仕上がったと確信しております。あらゆる面で前作を超える濃密なエンターテインメント作品をお届けしたいと思います。ロストジャッジメントの世界観を作り上げる重要なファクターとして出演俳優の協力が欠かせません。主人公矢上隆之を演じるのは前作同様世代を超えた人気を誇る日本を代表する俳優の木村拓哉さんです。木村さんからもコメントをいただいておりますのでご覧ください。皆さんこんにちは、探偵矢上隆之役で、再び出演させていただくことになりました木村拓哉です。前作ではですね、持ち前の推理力とあと豪快なアクションで事件を解決に向けて、大暴れさせてもらったんですけども、今作ではそれがさらにパワーアップしております。彼は神室町の一角でしがない探偵を続けているんですが、とある事件の有罪判決をきっかけに予想もできない大きな謎に巻き込まれていきます。前作に引き続きまして、重厚なサスペンスストーリーが展開される一方で、今回ですね、高校を舞台に、バラエティ豊かなドラマが体験できる点も今作の魅力となっております。シリーズ最新作ではありますが、前作をプレイしてない方でも楽しめる内容となっておりますので、ぜひ本編でお会いしましょう。ロストジャッジメント裁かれざる記憶、よろしくお願いいたします。ご期待ください。木村拓哉さん、ありがとうございました。彼なくして本作は成立しません。今回もタッグを組ませていただくことができて大変嬉しく思っております。さらに主演以外のキャストも日本の映画エンターテインメントシーンを代表する方々に演じていただきます。前作に引き続き中尾彬さんにご出演いただきます。そして新たに山本浩二さん、玉木宏さん、三石健さんという素晴らしい俳優陣の皆様にご協力をいただきます。彼らはいずれもストーリー上重要な存在として登場いたしますので、ぜひご期待ください。もう少しゲームの詳細についてこれからは彼に語っていただきましょう。ロストジャッジメント裁かれざる記憶、プロデューサーの細川です。本作では前作ジャッジアイズで舞台となった神室町に加えて横浜がメインの舞台となります。横浜は日本有数の近代的な港町です。都会的なエリアとアンダーグラウンドのエリアが混在するこの町は、昼から夜といった時間変化も相まってさまざまな表情を皆さんに見せることになるでしょう。さらに横浜には本作の重要なロケーションの一つである高校も存在します。校舎外観だけではなく教室や廊下、職員室や体育館など細部に至るまで学校を再現しています。学生生活が遠い記憶の彼方になってしまったというような方にも、高校時代の思い出が蘇るような体験を楽しんでいただけるでしょう。前作で好評いただいておりましたアクションバトルも本作でさらにパワーアップしています。
多人数を相手にアクロバティックな全方位攻撃を特徴とするバトルスタイル演武。そのバトルスタイルは多くの敵を一度に吹き飛ばすような爽快感を堪能できます。続いて怒涛の連続攻撃によりタイマン勝負で進化を発揮するバトルスタイル一戦。目にも止まらぬスピードで繰り出される連打は相手に反撃の隙を与えず一方的な戦いに持ち込むことが可能です。そしてこの2種類のバトルスタイルに加えて新たなバトルスタイル流れが登場します。相手の攻撃を見極めその力を利用して敵を倒す華麗なバトルアクションを簡単に楽しむことができます。本作の特徴的なシステムである調査アクションも進化しております。尾行やチェイス、変装などの調査アクションは深まっていく謎を解き明かすための重要なアクション要素です。加えて今作ではアスレチック、スティール、盗聴などといったさまざまな調査アクションが加わることでより複合的なクリア過程をお楽しみいただけます。ビルの外壁をよじ登り敵の目を欺きつつ真に価値のある情報を求め皆さんは東京横浜の街を駆け巡ることになるでしょう。主人公の八神は事件の謎を解く重要な情報を見つけ出すために高校へ潜入することになっていきます。そして潜入した高校でたくさんの生徒たちと交流を深めていくことで多彩なサイドコンテンツ、ユースドラマが展開されていきます。本編のシリアスさとは対照的にユースドラマでは涙あり、笑いあり、スポコンあり、そしてちょっぴりサスペンスフルなお話も顔を出します。さまざまなストーリーに合わせて設計された多彩なアクションゲームにチャレンジしていきつつ生徒たちとのユニークな交流の中で八神が見せる新たな表情をぜひ楽しんでいただきたいです。いかがでしょうか。今回紹介したゲームプレイは本作のほんの一端です。今後もさらなる情報をお伝えしていきたいと思います。ロフトジャッジメント裁かれざる記憶は2021年9月24日に世界同時で発売を予定しています。主人公の八神は本作で再び正義とは何かを問われることになります。ロフトジャッジメント裁かれざる記憶で描かれる新たなドラマ、新たな遊びにぜひご期待ください。